こんにちは、ソヤラスです。こんにちは、マサクです。今回の障害デッキは僕の大好きなモルトネクストさんの編成版、そうですね、ブランドネクストスターを使ったデッキを今回は持ってきました。どうですか、これは強いですか？ドハですね。とあるカードが最速3ターン目に出てきてすごいことをしていくので、これまでにはなかったムーブなんじゃないっていうイメージがありますけどね。結構めくり要素とかもあるかもしれないですね。はい、いやー、ちょっと楽しみですね。はい、まあ、いろいろ環境デッキとぶつけていきたいと思います。それではお願いします。それではまずハザード対価お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、はい、おぉ、バルブレードチャージしてターン終了です。おぉ、そんなのも入ってるんですね。そうなんですよ、色めっちゃ優秀で、こっちの方でも紹介したシータのモルトネクスト、うん、がちょっと基盤としては近いかなっていうイメージはありますね。はい、で、2枚です。おぉ、で、ターン終了です。ノバ、あー、なるほど、ね、そうね。じゃあ、陶器埋めます。ヒアミ、はい、モモキングダメリックス、はい、お、アタップ、アタップで、ちょっと色違っちゃった。はい、動かすと2つ金魚、はい、目の前にいます。ステラ加えます。え、これエンドだな、バースせずエンドです。エンド、エンドです。残しの勝金魚と申します。よろしくお願いします。チャージ、はい、パーフェクトバトルグローブを軽減で打って、1枚加速と1体バトル制限、はい、マナタップして加えて、で9万でバトルでターン終了、はい、だろ。おー、作戦が狂ってしまいました。残すともう1回タッチキング、5枚見て回収、うん、これでタッチキングでアタックするときにチェンジします。おで、他4枚、はい、4枚、クロス枚、4枚で、栄光2枚、いや、これ全然この対面なら栄光2枚でもいいな、栄光2枚出します。で、栄光1体目ブーストドラゴンなんでもう1枚ブースト、やば、で2体目ドラゴンなんでもう1枚ブーストで、ターンでコンハル次回してターン終了です。ハザードのいいところ台無し。手札が何枚ですか？手札が今3枚ですね。え、じゃあもうこういうことしますよ、2、3です。うわ、じゃあこの2枚持ち寄ってます。終了。じゃあアンタップしてドローで、マジ結構さらって、マジそのままじゃ無理っす。普通に出します。いや、いや、待ってください、俺のマナには。うわ、捨てたかいさ。え、いや、出た、またお前ドラゴンじゃないもんだ。見た目ドラゴンなの。いやけど俺は昇魂天霊を踏ませて、いや、そうなんですよ、昇魂天霊踏むとちょっと重いんですけど、相手多分天霊あったら打ってたんで、そこはエンドで。繁殖も要求なんで、エンド。いや、まあそうっすよね。ランタップしてドロー。お、強い。これさ、結構追い、追いバジュラって言ったら結構きついんですよ。そうなんですよ。まあなんか全然理想的にもできるレベルなんで、まず残すとで、カツキング。いやと、なんかこれバジュラって言ったらいいかな。強っ。1回カツキングバースします。はい。で、もう1回カツキングかな。で、5枚入れます。はい。ボルバレイド、回収します。おで、ここバウンスしてターン終了です。おお、結構こっち側はお前を合わせて潤沢にコントロールできる状態なんで、なんとボルブレイとハヤザードと上から踏めます。踏めます。はい、これでドラゴン2枚。お、一旦エンドか、痛いのでエンドしましたら、はい、メンデルソンチャージしてお待たせしました、ボルブレイと組んで、で、この状態にしてカツキングをプレイヤーアタックするとき、バスター戦にします。で、バスター効果。で、マナからレックス出します。うん、で、レックス効果。手札からカード1枚切って、2枚ドロー。おぉ。で、ブランドマックスに進化します。で、プレイヤー3枚ブレイクいきたいです。シールドリガー。お、カズンガスキン。はい。いや、けどやっぱりそう。5枚います。はい。じゃあ、回収。まあ、いや、栄光も出します。栄光で。あ、まあ、回復もできるか。あ、そうですね、体感も一応選択肢ですね。しょうもない体感で、5番するです。はい、じゃあ、マルドネクストスターアタックするときに、効果が、アタックするときに6000以下のクリーチャー1体破壊できるの効果で、ね、カスキング破壊します。で、マナゾーンに火のドラゴンが、5枚以上あれば、その後1枚引いてもよい。そうしたら、自分のドラ手だからドラゴンにてバトルゾーン出せるっていう効果で、いやー、まあ、これはまあ、もう一回、追いバチラスターいきますか。いやいや、あまり意味のないバチラスターですけど、じゃあ、残り2枚でいく。
はい。じゃあ、ファーボールバレーでプレイアタックしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、これは今話題のですね、高騰中のバジラズテラと思ってますけど、これ、チンタラしたデッキ相手だともう無限に、そうなんですよ。バジラズテラをね、ぐる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 させて。特にハザードね、一回まだガンって伸ばしちゃえば、相手結構もうハザードのマナ送りの効果、6効果なんもなしにっていうので、そこをもうリソース勝負っていうゲームができるので、もうこっちから大型投げつけるだけで勝てるみたいな状態になるので。これデッキジョバンニと一緒でね、まだガー伸びる勢いがいいんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。こういうデッキね、嬉しいですね。はい、ということで、まあ別のタイム見ていきたいと思います。お願いします。はい、それではグルメボツソースお願いします。お願いします。最初はグルジャッキン、ほい、アイコン、ほい、おー、すごい。終わりで、ドロー。じゃあ、ボルパチ、チャージして、ターンセラです。アンタップして1枚引きます。はい、さすがにいいよ、さすがにいいだろ、これは。なんだろう。いや、あ、ちょ、ちょ、ちょ、エアコンティア焼かねえだろ。はい、ちょ、巨大設計図、はい、失礼します。4枚表向き、はい。お、いいね。いやー、はい、どんな舞台そのまま召喚、はい、バトバンを返します。返しはないです、当たり前だでしょうね。じゃあ、スーパーヒーローチャージして2コストでメンテストはぁはぁで、ターン終了です。アンタップ、はい、どんでん舞台1枚、はい、通常1枚ドマンもめます。はい、で、2マナで、まあ、巨大石です。はいはい、舞台ない、終わり。はい、いや、これはすごいこと。ドラゴンが、ドラゴンがね、地味にマナに2枚あります。フェックス、はい、じゃあ手札からスーパーヒーロー消えます。で、2枚ドロー。おお、で、ブランドマックスに、あ、ブランドネクストスター進化します。アタックするとき火のドラゴン、まあ、一応マナに5枚あります。あ、一応どんな舞台か6000回待って破壊して、死んだ。ついでに破壊できて、で、1枚ドローして、危ないよ。おおおお、じゃあ2枚ブレイクお願いします。おおっと、どうぞ。あ、ドラゴンでブレイク、え、これグルメ出そうとしたら、あ、代わりにグルメが墓地に行きます。あ、これ墓地は肥やせませんか。そっか、せんね、出てないもんね。そうです、秘密兵器です。え、これどうやってこれから墓地を肥やしていけばいいの。オブザを出そう。13,000。プレイヤーで無理だろ。ありがとうございました。無理だわ、マジで。サブプラやったんですけど、もう最速でさ、もうやっぱこの火力が。ああ、なるほどね。やっぱり、まあ、確かに確かに、テラーは別にな、絶対的なあれではないですからね。そうですね、これは確かに。今回はサブフィニッシャー枠でこれまで採用してます。材料が3ターン目に出るのはまあまあやってますね。まあまあやってる。そうなんですよ、まあやってるんですよね、これ本当に。あとあれか、モンキングネックスも入ってるから、まあ、運よくめくれるとかも。そうですね、なんかいろいろと結構本当にあるので、それこそレックスチェンジノバとかでもあったりするので、うん、上振れもあるし、いろいろできる、はい、モルネグみたいですね、やっぱりね。はい、じゃあデッキ紹介の方を移っていきたいと思います。お願いします。メインギミックとしては、まあブーストからレックス出して、そのレックスの効果でネクストスターに進化、ネクストスターのアタック時効果でバジラズテラやドラゴダイオーなどの大型ドラゴンをブルバレイドもですね、の大型ドラゴンを踏み倒すっていうのがメインのコンボになってます。今回は、サブフィニッシャーとしてドラゴン代用を2枚採用してて、この赤は個人的にはまあ環境を見ながら、ドラゴン多い環境だったり呪文が強い環境だったりするんだったら、アルカディアスモーキングとかでもいいのかなとは思ってます。まあ、今回はちょっとドラゴン代用、まあ、シンプルに単色生なので、今回はこれを持ってきました。あと、おしゃれブームぐらいの話なんですけど、ブランドネクストスターがアタックするときに、これあのスター進化なんで革命チェンジ失敗、本体が失敗しちゃうんですけど、ネクストスターの上にバジラスターのすると進化のドラゴンになるので、チェンジ成功するので、そのブランドスターのワンドローでバジラスター積もる可能性もあるので、革命チェンジの宣言は白くだったりします。白くですね。まあ、もちろん余裕があればとか手札バレてもいいやって時なんですけども、白くだったりしてます。これちょっとおしゃれムーブなんで覚えておいてしょうがないです。あとはまあさっきのハザードタイガ戦でやったようなカツキングでバジラステラとか使いますみたいなムーブも結構つく、あのマナ伸びちゃえば使えたりするので、タメルムーブだったりロングゲームにも見据えた動きもできたりするので、変わっててめっちゃ面白いデッキですね。難点があるとすれば受けがちょっと弱いかなっていうぐらいだったりはするので、俺受けねえなこれに。そうなんですよ、まあ、これ進化だからね、しょうがないですよね。そうなんです、進化もちょっと外れが多いので今回は不採用にしてるんですけど、先に殺すと。そうなんですね、まあ、メンデルあるので、まあ、先行ヒットしたら勝ちですね。はい、はい、では連勝チャレンジの方でドロマーギャラクシールドとやっていきたいと思います。お願いします。はい、それではドロマーギャラクシールドですね、使っていきたいと思います。ファンデス好きです、お願いします。最初グルージャッキー、ほい、よっしゃー、モテかー、カツキングおいでおしまいです。フォーマの色を読めてばいい。はい、ドロー。いや、うん、いや、すごい強いけど。メデルソン。いや、アホ。アホだ、アホだ。アホだ、それは。
いやバジラッツラはちゃんと刺さるかなと思って。頼む、ボディック。オッケー、1枚でもいいよ。レクセックス、レクセックス。おい、レクセックス。いやレクセックスはこう1枚半です、めっちゃない。うわこう、お前バキャのマスター何やってる。どうしよう、いやこれ、あー濁った濁った濁った。いや半です絶対あるから、ここ諦めてこうだ。エンド、おー濁っていくの。いやノバめっちゃキープしたかったけど、ブレインダーチですよね。まあもうどっちも同じような守りで、どっちもいいわ。いや私でどっちもいい。そういやノバレックスのハンドキープしたかったけど、さすがに無理がある。カスキングを持ってレックス、いやそうカスキング持って、まあまあ、リソースゲームみたいなと思ったんですけど、まあさすがに、まあ、こっちでも2枚引けるし、まあ、結局やめて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 、なるほど、やめて。レックスのやつバースターで、ちょっとこれカスキングの気がするな。カスキングがスリーブが、あ、確かに完璧よこれ。確かにお気にバスター、これこれはこっちな気がするな。こうします。あーなるほど、ブランドネクストで、そうですね、ブランドネクストを回収してバスターを落とします。で、これでターン終了です。うわ結構上質なリソース補充されたぞ。これ埋めて、はい、ここはちょっとなんとか長引かせましょう。長引、はい、出た時山口3枚墓地に置いてもいい、はい、置きます。確かに前回使ってなかった、はい、アダムとコーマとライコ、はい、水俣用のハード1枚手札に戻してもいいので、アダムスキー手札に変えます、はい、で、後悔を外します。はい、ドローですか。相手は自身の手札1枚なんで捨てるとドローがあるんだけど、はい、で4枚引きます。 OK です。終わり、タンタップでドロー。これ実はもうこの待機でゲームしてる方が強いんじゃない？レックス落とします、はい、2枚ドローで乗せる効果でブランドネクストスター、はい、でこれ BAD ではないから死なない、ね、これは死なないですね。いや俺のナーガドリングは毎ターン発動するぜ。そうなんですよね、すごい地味に。じゃあネクストスターでアタックする、はい、一応まあさっき言ったやつですね、バスター宣言だけしておきます、はい、で1枚ドロー。さすがにそんなすごいことはないんで、いや強い。やばい。で、アッチンジャーできないんで、自身、はい、はい、で、そのプレイヤーたち、マジ頼む、ここで、なんで、はいはい、お天気が、あー、強め、強いか、いや、強いは強いでしょうかな、バウンスします、水物もないんで、はい、そうですね、あ、水、あれですよ、水物、おるわ、いや、いいよ、いいよ、大丈夫です、はい、バウンスで、いや、でも、じゃあ、ここは無理に多分攻めなくていいんですよね、正直、そうですか、エンドで、エンドですか、手札何枚ですか、5枚です。多いなぁ、本当にもドロー、埋めます。3マナ、はい、ブレイタッチ、はい、じゃあカツキング以外、はい、じゃあこれ、うわぁ、なんか落ちたけど、なんだそれ、よし、終わりで、はい、じゃあアンタップして、よえよー、で、ドローを、まあ、さっきも言ったように同じマナ系勝利だ、カツキング、うん、で、5枚入れます。はい、いやぁ、無理や、テラがマジで、テラあいや、勝てる気がしねえ。きついぞ。ネクストスターアタックするときに、全宣言。はい、で、ワンドロー。で、下の効果で、テラ。で、こっちは5枚。はい、何もないです。はい。マジで言ってんの？マジで言ってんの？そのデッキ。そのままバスターにチェンジします。マジで、結構強くないですか、そのデッキ。やばいよ、バスターの効果で、出すのが、こっちでいっかな。結構強いぞ、そのデッキ、マジで。で、2枚だろう。で、乗せる効果で、今度は、やばいやばい。1枚レクトーク。あ、やばいわ、そのデッキ。こっち行ったな。やばいわ。で、こっちの時の効果。あ、やってるわ、完全にこのデッキ。やってるわ、このデッキ、完全に。ボルパチ、やばいわ。回収します。やってるわ、このデッキ、マジで。で、3枚目。若すぎる。強っ。ああ強いな。強いけど、まあ、こいつだけどもうダイバーではないんですね。そうですね、選べます全然。まずビオラのシャドウを解決します、はい、対象でパルミで、トリガーして、はい、これが出ます、はい、じゃあこれドローで使います、はい、離れたんで縦騎士解決、はい、はいはい、おお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 表向きだよね。表向きです。表向きと手札か。ビオラ。おー強い。ちょっと強いぞ。これが出ました。はい、コーマの効果で。これチョックでここかな。でこう。はい。ここでいいかな。じゃあこっちのネクストでプレイヤーアタックするときに効果。はい、じゃあこれ、いやちょっと怖いな。じゃあブースト、もう一枚ブースト。はい。でそのプレイヤーですね。ここは防ぎます。はい。ダークネス。はい。でこれはトリガーで。はい。ビオラ。はい、いやー、破壊は8です。はい、サイバーケオゼック。はい、出します。ブレイタッチで。はい。じゃあ、下から2枚で。この2枚で。この2枚引きます。
で、これは山札下に行きます。はい、はい、勝利終わり。まあ、頑張れ。山札があと6枚ですね。おワンチャンあるから、さっき一旦栄光でアタック。アタックですね。はい、カツキングで、はい、コマアタック。これを通るし、通さなきゃやばいですね。はい、あ、これはちょっと怖いけど、ゴー。まあ、はい、はい、おわ、うわ、ちょっと嫌な予感がする、嫌な予感がする。ちょっと、引き強くなってくれ。で、そのままプレイヤーですね。オゼリック1枚捨てます。はい、はい、じゃあこれでターン終了です。じゃあ、出ます。はい、どれを対象に。バスターで、はい、はい、でこれが殴れないですね。はい、はい、で、1枚引きます。はい、リンガマックス、はい、埋めて、いやきついな。縦騎士でカツキングに向けてカツキング、はい、アタックします。はい、で、効果で2枚入れます。はい、さあ、トリガーは縦騎士。お、あるか。燃えて、2枚。お、すごい。効果。なるほど。あ、はい、困るなそれで、パンチ。はい、いやでね、ここでそのアダムがあればよかったんですけど、ないんだよな、まだ。まあ、終わります。はい、いやちょっとやばいな。マジか。取ろう。あと3枚ですか。あ、3枚です。頼む。満身したなこれ。殴れない。ちょっと困ったな。殴れないまであるな。うん、殴れないまである。殴れないまである。全然殴れないまである。よしよしよし。いやこうか。ネイチャーチャージ。おっ。で、5コスト払って、はい、ネイチャー使います。はい、アンタップしてるクリーチャーはアタックできる効果を2回付与します。で、はい、対象がこの2枚に付与します。はい、で、これボトムいきます。わかりました。で、これ1回で、はい、栄光にアタック、栄光じゃ、雷光にアタックするとき効果、はい、どうぞ。てかそう、ボトムを忘れてんじゃん、これやば。いや、まあね、多分ドロン1なんとかなってたかもしれない、これは。いや、そうですね、多分ね。はい、で、一応プレイヤー記念にね、はい、まあ、シールドトリガーで、はい、リンガマックス。いやこれマジで回してますな。両方ありますよね。 あります、大丈夫です。で、まあ、上から解決して、はい、まあ、はい、いや、マジで回し負けした気がする、これ。じゃあ、まあ、バウンスは、まあ、栄光で、はい。王族さん選べますよ。よっしゃー。あーやだ、回し負けだー。やばい。回し負けだー。これは甘えすぎましたね、ちょっと。いやー、そうですね、最低でもレックスは同じとこに重ねるとこだから、そうしとかないといけなかった。いや、普通にちょっと調子乗ったな、今の。調子乗りました、すいませんでした。いや、こういう興奮デッキ気をつけましょう、マジで。はい、というわけで今回は、その興奮デッキのブランドネクストスタイルの、RX シート RX を紹介させてもらいました。まあ、本当にあの回してる姿見たら分かる通り、めちゃくちゃ楽しみながら回してたので、はい、ぜひぜひ一度回してほしいデッキだなと思いますね。かなりデッキパワー高いので、調子乗らなかったら、はい、多分今でも勝ててます。多分なんとかなると思います。はい、はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。